はい、皆さんこんにちは、藤本です。今回はこちら、くれくれコール。もうこれが大変なんですよ。まあ、小犬ちゃんの場合はあんまりもしかしたらね、まだないと思うんですけども、大きくなってね、もうわー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 、ご飯ちょうだいご飯ちょうだいとか、カジさんはね、食べてるとくれ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 みたいな感じで言うんですよね。これ、小犬ちゃんの時にね、習慣作っちゃうんです。なので、小犬ちゃん今迎えた方はぜひね、このくれくれコールをないように、これをしてほしいんですよね。一粒たりともあげるな。これだけです。一粒でもあげるとね、めっちゃ覚えるんですよ。あ、こうやってやったらくれるんや。じーっと見たらくれるんや。ワンワンちょっと吠えたらくれるんや。カリカリやったら吠えるくれるんや。っていうので、一発で覚えるから。なので、この一粒たりともあげるなっていうのを家族全員です。お父さんだけやっちゃうとね、ダメですからね。はい。なので、一粒たりとも家族全員であげるな。これをね、してほしいかなと思います。ぜひね、くれくれコールするとね、もうなんか食べた気になりません。ご飯、もう私食べた気にならないんです。おやつなんかビリビリなんか開けるようなもんなら、もう大変なんです。ってならないようにね、しっかりとこの一粒たりともあげるな。これをね、家族で全員でルールとして決めてみてください。参考にしてみてください。藤本でした。